はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。おっと、悪いやつだ。バターカップです。ポチコです。ということで、はい、ポチコくん、今日は何度ですか？ディズニーランドということで、はい、今日はですね、私たちが住んでいるところの最高気温が37度ということで、東京都です。東京都なんですけども、はい、37度ということで、はい、そんな今日はプールをやろうじゃないか。ちょっとでもさ、言っていい？俺今日マジで頭回ってない。大丈夫、だってプールは脳死でもできるから。本当？本当面白いこととか言えないかもしれない。大丈夫、今日ちょっと自分に自信がないの私。大丈夫よ、あなた、プールがあなたの本性を出してくれる。ということで今日はですね、はい、ずっとやりたかったお家でプールをやりたいと思います。前のね、賃貸の時にお家でプールをやろうと思ったんだけど、さすがに賃貸の床を申請させてしまったら嫌だなと思ったので、今日はベランダでやりたいと思います。じゃーん、でっかいやつ買いました。で、今日はね、新しい水着も届いたので、ヒロ君と一緒にプールを入りたいと思います。ということで、まず開けましょう。開けましておめでとうございます。すごいんだぜ、うん、セット内容見るか。スライダー、シェード、アリゲーター、シャワー付きプール、ベビータックリング、バケツ、シャワー。それ俺らに効果あんの？シェードとかスライダーとか。俺滑ったら壊れん？整うわ。待って、ちょっと待って心が引っかかって危な。自動で膨らませるやつ、なんかね、自動のやつ持ってなくって、これそれはまず地獄よ。これで全部膨らます、死ぬなと思って。もう絶対俺やんないもんそれ。じゃあこの大きいやつを膨らましに行こう、外に。 OK、 組み立てます。あ、別々じゃねこれ。別々、いろんなところから入れなきゃいけないよ。うわ、これやべ、これ抜くの超大変じゃね。いや、もう早いんじゃない？疲れる、腱鞘炎になりそう。思うか、いつになってもアリゲーターが完成しないんだけど。これプール入れんの？入るよ。せーの、よいしょ。できた、ワニの息が、ワニが生きた。あとはここだね。世のお父さんも大変だね。完成しました。ようやく。着替えてこよ。はい、はい、ということで、はい、もう入水してます。サメで撮りましたからね。どうです？いや、クソ冷たいんですけどこいつからシャワー。ここに座れ。ちょっと待って、ここに座れ。すごい大変だね、こんなに鼻水出たらね。あ、頭、頭、頭、本当に、本当に、本当に背中やばい、マジで。あ、背中やばいです。いくよ。これ、普通にさ、2歳、3歳児ぐらいじゃないと無理じゃない？無理だよ全然スライディングされないんだけど。さあ、ヒロ君、はい、プールと言ったら何ですか？カップラーメンです。用意させていただきました。食べたいです、お腹空きました。それでは、持っていきたいと思います。はい、来た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 。じゃーん、北極ラーメン。腹減った、マジで。うわー、気持ちいい。これさ、多分スライダーさ、2歳までじゃない？いや無理だろ、これどう考えても。ヒーたちが最近一番お気に入りの、美味しいねそれ、炭酸水、炭酸飲料、ジュースでいいんじゃない？なんかさ、プールとか行くとさ、ラーメン食いたくなるよね。なる、寒いからね。うん、でも寒くなくてもさ、暑くても食べたくない？プールサイドで食うラーメンでいっちゃうまいから、うん、海とかでも食べちゃう。うん、海の家とか。外でカップ麺食いてぇなー。食ってんじゃん。いや、今ね、カップ麺食うためだけにどっかに出かけたい。どこ行きたいの？湖とか行ってカップ麺食いたい。で、帰ってくる。ゆるキャン見すぎだよ。すいません、お先に。ゆるキャン。あったい。カタカタ。今食べよーっと。今年もやってきましたよ、この季節が。お店では食わないですね。いや、お店のは辛すぎるんだよ。また別格だよね。まあでもこの前俺久々にあの自分のチャンネルで北極チャレンジした以来に北極ラーメン食べたけど、マジしんどかった。いただきます。あ、うまっ。うまっかけたら美味しい。ほら、うん、ほら、美味しくないよ。二人でプール行ったことないよ。もうないね、企画でしか行ったことないよ、あのみんなで。ね、でも二人でプール行きたいの。でもなんか思うんだけどさ、彼氏と彼女でさ、プール行ってさ、着替えてる間とかさ、待ってるのやつない？確かに超つまんない。超つまんないし、絶対的にこっちが待たせちゃうから悪いなと思って誘ってない。行きたいけど絶対優が待たせちゃうし、髪の毛乾かすのも優が、そうだね、絶対的に長いから待たせちゃうから行きたくないんだよね。だからこんなの友達と一緒に行く。女の子だったら気使わないじゃん。そうだね、同じだけ時間かかるし。そうそう、で、中で待ってられるし。逆に待たされててさ、嫌じゃん、嫌だ。まあ、何しようとはなるよね。うん、
うん、暇だなって。いやね、やることあるならいいけどね、その間。いや、申し訳なくなっていけない。もうなんか、だって別にこの関係値だったら水着姿が楽しみなわけでもないし。そうだよね。え、さ、最初の方とかさ、もしさ、プール行くってなったらさ、家が登場してくるまでドキドキするの？するんじゃない？え、するんだ。しないかも。ごめん。おう！え、プール行くさ、行ったことあるっけ？友達と。ない。ないの？女の子の友達とさ、一緒に行ってさ、いつも行ってる2人がいるんだけどさ、3人でよく行ってるんだけど、3人で行くときはとりあえず写真大会するの。あー、サマラ行くんだけど、中で写真撮って、外で写真撮って、いいなって思ったら、プールで泳いで、スライダーするとか。みんなどういう楽しみ方するんだろう、そのカップルって。うわー、我慢しなきゃいけないってことでしょ。彼女の髪の毛とメイクが崩れる前までは写真撮影しなきゃいけないから、うん、きっとそうだよ。こういう少年心を持った男の子がプール入って、うわーい、まずスライダーじゃん。いや、でしょ、うん、うわーいってやったら多分その子機嫌悪いよ、一日。最悪じゃん。写真とかそういう記念とかを気にしない子だったら別にいいんじゃないか。今だってホースで頭から水かけたい。やだ、乾かすのごめんなさい。最後バケツで滝行しなきゃいけない。今日オフでしたっけ？この後編集ありますよね、僕ら。今日オフ大丈夫ですか、これ。完全に気持ちがオフなんですけど。いや、これ気持ちよすぎじゃない？慣れてきた、だんだん。うん、最高に気持ちがいい。いや、もうなんでその自分が飲み物飲んだら必ず俺に回してくる。俺のタイミングあるし。飲みたそう。みなこ、まずスライダーしなよ。うん、大変なことになると思うけど。さっき、ゆっくりよく座ったら。あー、カレープール。ご飯入れてきて。ご飯。じゃあ麺入れて。うまいカレールーって何だ？どこのカレーラーメンめっちゃうまいよ。ちょっとカレーがピリ辛で、あー、そういう店があるのかも。高校って高校のカレーラーメンめっちゃうまい。いや、食堂とかさ、うん、カップ麺ではあるんでさ、カレーラーメン専門店ってなかなかないよね。ないね。ラーメン屋さんにもカレーラーメンってないし。カレーラーメンおるよね。うん、でもさ、カレー麺もさ、カップヌードルしかなくない？トップバリューとかならあるよ。あー、あるけど。なみさー、アメンボ来た。え、これアメンボ？うん、アメンボだ。シュインシュイン。アメンボ飛んできたんだけど。すげえ、アメンボと飛ぶ。え、アメンボなのにさ、水めっちゃ嫌ってるけど大丈夫？なんか違う、冷たいんじゃないの？あ、そういうこと。あったかいや、もうなんか。どこが？これだよ。早くスライダーやってきてよ、スライダー。え、知らないよ、本当に。どうなっても。いいよ。知らないからね。うん。このプールが今日限りになっても知らないから。出てる、出てる。泳いでる。泳いでる。泳いでる、アリゲーターの鼻から出て、このスライダーを鳴らしてくれてるんじゃない？じゃあもっと出さなきゃじゃん。これもう空気抜けてんじゃないの？うん。もう寒くなってきた。実はもう5時。これなんかお風呂みたいな感覚になってきて。なんか暖かくなってきた。でも、いや、いや、やりたいことはもう終わったよ。ねえ、もうちょっとした。初めて2人でプール来れたね。うん、よかったね。これさ、どうする？このままにしとく？明日さ、朝起きてじゃん。夢でしょ、そしこ。朝起きて目覚めたら目の前にプールがあるって。いやいや、誰も夢なんて言ってないし。もう寝起きでじゃんけんで負けた方がプールだよ。最悪じゃん。はい、ということで今日はヒロくんと念願のプールでした。楽しかったですか？はい、よかったです。ということで、いい夏の初夏の思い出になりましたね。もうなんか気持ちよくて寝れるもんだって、ここで、ね、ぜひよかったらみんなもやってみてください。これ Amazon で5000円ぐらいで買いました。場所があったらぜひみんなもやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。